ルブランベニルは、フランス、イルド・フランス地域圏、セーヌ・サンド2県のコミューン。パリの北東、ブルバールでマレ省から約 11km の距離にある。現在は広範囲に都市化されているペイド・フランス地方の南端にあたる。かつて、モレー川とモレット川が流れていた。コミューンはスタッドド・フランスとシャルル・ド・ゴール空港のほぼ中間に位置している。 1060年のフランス王令において、ルブラン・ベニルは、白い建物を意味するマンシャナル・ブラベムの名で、現れていた。この名前は、家々が石灰岩の石で建てられていたか、製粉を行う水車近くに集落があったために、飛び散る粉で、家が真っ白になっていたための二節がある。1453年頃には、ブラン・メイニーと呼ばれ、1775年には、 ブラ・メニールに落ち着いていた。マンシャナイルの語源は、野蛮人が用いたラテン語で、家のあるの原を意味した。形容詞のブラベムとは青を意味する。1984年、コミューン内で新石器時代のものとされる3つの石符と、角石が発掘された。2009年には、古代の墓が発見され、剣やフィブラが出土した。フランス王フィリップ一世は、 母アヌド・キーブが創設したサンバ番ンサンド・サンリス修道院にルブラン・ベニルの土地を寄進した。ジャン二世時代の1353年、この地にノートルダム・ドラ・ノンシアション教会が建てられ、パリの金採掘仕組合の巡礼地となった。ジャンヌ・ダルクがここの礼拝堂で祈り、教会の付属農園の木の下に座ったという伝説がある。数世紀にわたってこの木はジャンヌ・ダルクの木と呼ばれた。 1823年に礼拝堂は壊された。14世紀初頭ここは村落であった。領主が所有する、マナーハウス、コテージ、教会、水車があった。15世紀、大観モ門ポティエがあるブランメニルの荘園を買い、城を建てた。ポティエ・ブランメニル家が代々封建領土とした。パリ高等法院議長であったギオムラモアニョンド、ブランメニルも領主であった。 その後宮廷の官職にあった奴隷伯爵が購入したがフランス革命が起きると伯爵は城を手放した。城は1800年頃に壊された。革命当時のルブラン・ベニルにはわずか15世帯しかなかった。19世紀初頭、小さなルブラン・ベニルには教会も墓地もなかった。近隣のオルネースイコールボアの教会、墓地を利用していた。1858年に 鉄道のパリソワ村間の建設が始まり、1912年には初めてルブランベニル駅ができた。それでも特に美しい自然を持つわけでもなく、すぐに快適な場所ではないと言われていた。住宅ブームは第一次世界大戦後に起きた。駅に近く空気のいいルブランベニルに家を持ちたい労働者がやってきて新しい村を作ったのである。ルブルジェ空港が近いことも幸いした。 しかし、第二次世界大戦では、空港が連合国側の標的となり幾度か空爆に見舞われ、街の大半が破壊された。フランス第三共和制において長く急進社会主義の時代を経験した。人民戦線政権期には、左派政治家が市長となり、万流ルージュとも呼ばれた。それは、労働組合、スポーツクラブや新聞に影響が及び、 カトリック教会やブルジョアの公園から若者が離れる原因となった。社会文化的価値観として共産主義が労働社会級において伝統的に浸透している。パリ郊外の多くのコミューンが同じであったように2005年パリ郊外暴動事件ではルブランベニルでも自動車やバス、トラック、倉庫、体育館が放火された。被害額は 公共と民間含め500万ユーロに上った。ありがとうございます。